はい、じゃあ、参拝していきたいと思います。もうあの目の前が本殿なので、そこをまず目指していきますかね。旗が、まあ、県庁前ですからね、迷うことはないと思いますけど、若干ね、ここのこうなんか入り組んでるところが一方通行が結構多いんで、ちょっと来づらいところがあるかもしれないですけど、お前のさんがいらっしゃって、奥が稲荷神社、栄稲荷大明神なんですね。これまた後でちょっと行ってきたいと思います。多分ここが駐車場、もう一つ駐車場ですね。コンクリートかな、なんか気がしますね。キンコンクリート。最近の東京では多いですね。キンコンクリートですね。昭和なんか違うビルに通じているという感じですけど。現代風としては、現代としてはこういうのも、まあ、いくつかではあるんですけどね。鉄筋コンクリートっていうのもどうなんでしょうね。ちょっと私は何とも言えないですけど、どうしてもね、なんていうか、もう建て替えするのが結構大変なところとかだと、そうしてしまってやるっていうのはあるんですけどね。五色の布、これはね、五色の布を持ちながらカランカランやって参拝すれば